まあ、朝日新聞、今朝の見てると、安倍首相がですね、年内解散を検討しているということを、与党の幹部に伝えたということで、まあ、最短で今月末に、解散に踏み切ると、国会、召集の臨時国会冒頭で解散に踏み切ると、いうことでね、いや、これはもう本当に、だからやっぱりその安倍さんが解散を決めるっていうのは、その野党が弱った、一番弱った時にやるわけですからね。いや、もうだから僕はね、民進党って、まあ山尾志織さんがね、まあ、離党したと失脚したっていうね、そういうのもありますけども、やっぱり一番の問題っていうのは、その山尾さんをね、幹事長に登用 しようとしたと、スキャンダルがありながらね、その前原さんっていうのが、やっぱりね、もう一番の、アウトかなと思いますね。まあ、この前原さんを選んだ民進党支持者、の、考え方の浅さというかですね。まあ、それがね、もう本当に、それが安倍さんをですね、ここまで解散に、検討するまでね、やらしたというのがね、一番大きいと思いますね。だもこれはね、もう、だから前原さんを民進党のね、リーダーに選ぶということは、まあ、その前原さん的な、まあ、いわゆる右派の、離党させないためっていうのが強かったと思うんですけども、いや、そんなんで離党せえへんわけないがなと、まあ、小池新党というかね、若狭さんの、日本ファーストの会なんかはですね、民進党なんか、どっちにしても、なんて言うんでしょうか、どうなろうがですね、離党してくるんだから、選挙のこと考えたらね、そんなことで、前原さんをリーダーにしたところでね、そんな離党なんか止まるわけないやろって思うんですね。で、今もその、日替わりのようにですね、刻々と離党者が、出てるという状況でね、これはだから前原さんというよりも前原さんを選んだ民進党の人たちの、罪って重いなと思いますけどね。まあでも、まあここに来てね、まあ青森の4区ではちょっと、野党共闘に前向きなとこ見せたりね、前原さん、してるんですけども、まあそれで押したところでまた離党者が出たりとかね、なんかフラフラしてるんちゃうかなと思いますけどね。いやーもうこれはもうね、まあだからまあ小池新党、もですね、まあそれでも東京には立てるんでしょうと、まあその辺がどうなのかなという感じしますけどね。まあだから年内解散はもう間違いないんじゃないのかなと、思いますね。これも状況が変わったと、民進党、前原さんを民進党にリーダーに選んで、ね、山尾志織さんも失脚したと。っていうところで、もうガタガタ、しかも前原さんは野党共闘をね、見直し言うたり、消費税、上げることにもね、まあ、容認してたり、会見にもね、安倍さんのことを、にちょっと、傾いたりですね。それは負けるわ、いう話ですよ。これもう誰がどう見てもですね、今の野党、に、勝ち目はないと思いますね。まあ国会が始まったらね、安倍さんもその家計学園の問題とかまた追及されるかもしれませんから、だから冒頭で解散するっていうのは一番可能性高いんじゃないのかなと思いますけどね。まあこれをどうね、本当に、考えてるのかなと思いますけども、まあ、ちゅうことでね、もう残念と。言うしかないかなと、思いますけどね。まあ、ここからどう挽回するのかね、思いますよ。トリプル補選前に、解散されたとしたら、もう、野党としてはもうどうしようもないかなと、思ってしまいますけど。